今ね、見て、いただいたこのビデオの最後でこの言葉が出てきました、ね、今私は、ね、答えを教えちゃいましたけど、これはこれは終わりっていうんですね。で、韓国ドラマでもそうシリーズもので最後に、まあ、これで終わりっていう時にはこれクってね、この文字が出てきます。まあ、一文字でクね、いいですね、これ簡単で。まあ、日本語ではそうですね、終わりってこの一文字で終わりって、昔映画とかでこれ書いてませんでしたっけ。あ、終わり、はい、そうですね。これ発音、じゃあちょっとやってみましょうね。クククで、最後ですね、これこう舌つけてくださいね、クですね、クク、はい、ノーンでクークーって言って口を開いてクーゼクーで、最後はこの上歯につけると舌をクッ、はい、それでじゃあ、はい、これは何でしょうか。これは、うん、口オプタ、口オプタ、終わってしまいました。終わりがないでしょ。これは終わりがないっていうことですね。終わりがない、うん、無限だって、無限だってですね。で、この時はこれ下が激音なので、クッチーですね、クッチーですね、はい、で、これ発音がこうなんですよ、これクッチー、だから発音がこうなりますね、クッチー、激音のこれね、チーの発音のクッティーじゃないんですよ、これ、これ気をつけないといけないのが発音がクッ、クッチーなんですね。あと中にはこれ発音はこういう人もいます、クッシークッシーオプターとかね、クシ、まあ、人によって基本的に発音はクッチーなんですね、うん、これ覚えてください。ただこれ単独ではクッですね、クッ、はい、はい、これ終わりです、はい、はい、じゃあおぬるクッ、今日は終わりがない。え、今日は終わり。終わり。それいいですかって話です。だからおぬるくね。あ、もう負けしたらないとか。いや、おぬる。おぬる今日は終わりと。おぬるく。はい。くって言い方をします。はい。